で、結局のところ分かった、プラダ事件って。あれ意味分かった。だから、その直営店じゃないか、うん、外国のっていうか。で、ほんと作り用したその、作り用のところの、プラダってお店が、うん、の働きを人たちが、偽物作って8人ぐらいで。それを日本、あたかも本人とか、バイヤー、人気があるけどね、に、そうそうそう。それを本物、だしそこで売ってるってことは本物でも分かるし。そうそうそう。で、間違ったじゃないけど、うん、騙されて買って、そう。それが日本で回るとき、うん、に、プラダが私たちのプラダ、あの商品としては認めませんって人が、えぇって話してたわけ。うん、だけど、本物偽物って言われたって、だってブラドで買ってきたしって思っとうしたわけや、うん。っていうので、リュックが多かったり、その時のネットでトートバッグが多かったりするけど、その頃のリュックとかトートバッグで来られた時は、ちょっと申し訳ないけど、あの、直営店のギャランティーカードが付いてない分っていうのは、もうプラダ風としてしか、ちょっとなかなかその、うん。だけどもう、1000円、2000円、もう500円みたいな形でしか扱えないとか。で、それと意外で本当にコピーがあるよ。それは扱わないよ。はあ、うん。それは分かる。だけど、それはどこを見ようかとかなんかっていうのはちょっと教えるけど、それはちょっとごめん。記録にちょっと、それは取りにくいけど、ちょっと線があってね。はい